どうも、全力投資です。11月6日、月曜日、週明けになりますが、本日も資産公開やっていきたいと思います。はい、ということで、まず本日の株式相場の振り返りからやっていきますが、今日も日経平均めちゃくちゃ上げてましたね。はい、10月中旬につけていた高値を今回抜いてきたということで、次は9月中旬につけていた高値、おそらく33,500円ぐらいの水準かなと思いますけれども、ここを抜けてこれるのかどうなのか、このあたりが一つ注目になってくるかなと思います。 ですが東証の騰落レシオ本日短期で200を超える水準まで上がってきていたかなと思いますので短期的には相場の加熱感っていうのは強くなってきていますのでこの先もこのままのペースで上げていくっていうことはちょっと期待しづらいんじゃないかなと個人的にはそんな風に思っているんですけれどもただこの4日間ぐらいですかねめちゃくちゃな勢いで上げてきていますのでこの勢いがどこまで続くのか一つ見ものになってくるかなと思います 日経平均日中の値動きですが、週末よりもギャップアップしたところから始まって、前場のうちにこれ高値取ったんですかね。 で、5番に関しては特に垂れることもなく、高値水準で小動きという状態になっていますので、基本的には断続的に買いが入ってきてると、そんな状況だったのかなと思います。そんな結果、日経平均10月6日は週末に比べてプラス758円となっていまして、これが今年で一番の上げ幅ですかね。値上がり率も2.37%となっていまして、終わり値で32,708円となっています。 気がつけば3万3000近づいてきましたね。次にトピックスを見ていきますが、トピックスがいまいち日経平均ほどの強さがないんですよね。トピックス10月6日日中の値動きですが、こちらも週末よりもギャップアップしたところから始まって、前場の間に高値まで取ったんですけれども、後場はですね、トピックス若干垂れるような動きになっていますので、このあたりの日中の値動きから見ても、トピックスは日経平均ほどの強さがなかったのかなといったところです。 はい。そんな結果、トピックス、週末に比べて、プラス1.64%上昇、値上がり幅で38ポイント、終わり値で2360ポイントとなっています。東証の規模別株価の値動きで見てみると、やっぱり大型株が強いんですよね。で、中小型株に関しては、大型株ほどの上昇率にはなっていませんでしたので、基本的には大型株が主導する値動きになっているのかなと思います。 で、今日の主役はやっぱり半導体ですね。日経平均トピックス、圧倒的に日経平均の方が強かったんですけれども、今日はもう半導体がめちゃくちゃ強かったですね。一方で銀行株とかに関しては、今日結構値が下がっているところもありましたので、トピックスも1.6%上昇しているんですけれども、全面高かと言われれば、そんな感じでもなかったですね。しっかりと売られているところは売られていますし、買われているところは買われていますし、結構二極化した本日の値動きだったかなと思います。 そんな結果、11月6日、私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額、週末に比べて51万1537円増えまして、資産合計額で2914万4092円となっています。 はい。ということで、私が楽天証券に保有している金融資産も今日は大きく値上がりしてくれたんですけれども、私の持っている日本株のポートフォリオは今日トピックスとそこまで値上がり率としては変わらなかったですね。はい。なので、日経平均に対してはかなりとアンダーパフォームをしていたわけなんですけれども、それでもここ最近はトピックスよりも値動きとしてはアンダーパフォームする日も多かったので、このあたりでパフォーマンス的にはトピックスに近づいてきたので、それはそれで、まあ一つ良かったのかなと思います。 はい。ということで、個別の値動きを見ていきますが、今日はね、買われているところ結構多いんですけれども、やっぱり売られているところも結構あるんですよね。で、建設設備関連だと、積水ハウスは上がってますけど、コムシスとかダイダンとか、このあたりは値下がりしてますね。 はい。で、JCD クルートメントは今日しっかり値上がりしていて、アルトナーも今日しっかり値上がりしてますね。で、ワールドホールディングスに関しても株価2400円までもう間もなくというところです。ハードオフコープレーションも強いですね。で、エレマテックも1%弱ぐらい値上がりしてますかね。 次に東京エレクトロンデバイスですけれども株価4000を超えたあたりからかなり上値が重いですね今日半導体関連めちゃくちゃ値上がりしていたんですけれども東京エレクトロンデバイスに関しては第2クォーターの決算でかなり買われてきましたので上昇分としてはすでに先取りしていた状態かなと思いますのでこの先はしばらく一服といった感じになるかなと思ってます次にヒューリック今日強いんですけれどもウィルが値下がりしてるんですよねここ最近ずっと株価強かったんですけれども今日は結構値下がりしています 次に、ヒューリック・リート投資法人強いですね。はい、刺し根をずっと入れてるんですけれども、もしかすると変えないかもしれないですね。差し根も変えていった方がいいかなと、個人的にはちょっと考えてます。 その次、クラレですけれども、今日はしっかりしています。あと、SRA ホールディングスも今日値上がり幅結構大きいですね。で、次に電化もしっかり、三菱ケミカル、タキロン CI、このあたりの化学セクターも強いですね。はい。で、今日はマザーズが結構上げていたんですけれども、J タワーが5%を超える上昇になっていまして、株価6000円台に戻してきています。高いところからかなり値下がりしていますので、まだまだ戻りとしては物足りないかなという感じではあるんですけれども、ひとまず6000円台は安心できる水準かなと思ってます。 次にアルプス技研山田コンサルティンググループ。この辺りも強いんですけれども、いで光が今日はそこまで値上がり率としては高くないですね。 はい。あと製造業ですけれども、日本電気ガラス、東海カーボン、このあたりも強くて、日本特殊峠業とか、日本製鉄も強いんですけれども、今日の MVP は SWCC ですね。今日当初の値上がり率ランキングで、確か SWCC2 位か3位に入ってたと思うんですけれども、SWCC は今日だけで20%ほど値上がりをしていまして、株価2500円台を突破してきています。 先日決算を発表したんですけれども、私個人的には決算の発表そこまでいいかなっていう感じではあったんですけれども、市場には交換されてたんですかね。思ったほど悪くないでしょうというところが評価されているのか、ちょっとどういう点が評価されてここまで値上がりしているのかっていうのは私自身わからないんですけれども、SWCC とにかく今日はかなり値上がりをしていますので、明日はさすがに売られてくるんじゃないかなと思いますね。 その次、ARE ホールディングスもそこそこ値上がりしていますが、3話も今日は強いですね。DMG 森世紀も3%ぐらい値上がりしているかと思います。ベルシステムも今日は強いんですけれども、そこまで値上がり率としては大きくないですね。で、次に小松。今日はかなり値上がりしています。あと iPhone とかコプロとかこの辺も強いですね。で、ここ最近自動車セクター強いんですけれども、イスズも今日は大きく値上がりしています。イスズは直近で買い増ししようかなって言ってたんですけれども、ちょっとここも買うタイミングなくなっちゃいましたね。 で、白銅も今日はしっかりした値、ね、動き。で、あと東京精密ですね。半導体関連銘柄ということで、今日は東京精密も9%ぐらいですかね。値上がりしていたかなと思います。あとキャノンも強いですね。その他クレステック、タカラカンパニー、このたり強いんですけれども、ローランド、ここ最近ずっと株価強かったんですけれども、今日は値下がりしています。その次、バルカーあたりもめっちゃ強いですね。 はい。で、伊藤忠、今日決算発表していましたけれども、今日プラス93円ですね。伊藤忠は今日この後見ていこうと思います。次に調理ですけれども、今日プラス30円ということで、こちらもしっかりですね。 一方で、伊藤忠が上がっていたんですけれども、金松に関しては値下がりということになってます。あと、佐藤商事とか東京産業とか稲畑産業、その他だと伊藤忠 NX、このあたりも強いので、商社に関しては、私が持っているところだと金松だけ値下がりですかね。で、その次、金融セクターですけれども、今日銀行が結構弱かったんですよ。 三菱 UFJ フィナンシャルグループ今日この上げの中で2%ぐらい値下がりしていますので、ちょっと逆風ですね。一方でその他の金融セクターでジャックスとかオリックス、このあたりは強いんですよね。はい。野村もしっかりした値動きですし、直近で買った損保ホールディングスもしっかりとプラスになっています。含み益も出てますね。で、東京会場もしっかりですね。あとは NEC キャピタルソリューションも2%を超えるような値上がりになってます。 その次不動産セクター、イオンモール、統制、この辺りも強いですね。統制も今日めちゃくちゃ値上がりしてますね。で、スカパーもしっかり値上がりしていて、通信関連今日弱いですね。NTT とソフトバンクが値下がりしています。 あとは電源開発も強くて、アイネットもいいですね。で、1年、今日は1年も決算を発表していたんですけれども、1年に関してはね、決算どうですかねちょっと微妙だったかなと個人的には思うんですけれども、詳しくは時間もないので話さないんですけれども、明日はちょっと売られてくるんじゃないかなと思ってます。 で、クレオも値上がりしていて、今日めちゃくちゃ値下がりしているのがヤマダホールディングスですね。今日10%ぐらい値下がりしていたかなと思うんですけれども、やっぱり決算がね、そこまで良くないということで、市場のコンセンサスに確か届いてなかったんじゃないかなと思うんですけれども、ホルダーからするとね、そこまで売られるっていうような業績ではあるというか、まあ、ぶっちゃけ最初からあんまり期待はしてないんで、まあまあ、こんなもんだよねっていう決算の中身ではあったかなと思うんですけれども、まあ、コンセンサスで勝手に期待されて、コンセンサスで 勝手にに売られててていいくと、まあ、そのようなな感じになっていまして今日は大きく値下がりしてい、ます、はい、そんなところで、まあ、持ってる銘柄、高いところが比較的多かったかなという感じではあるんですけれども、中にはしっかりと値下がりしているところもありますので、先ほどお話しした通り、全面高という感じではなかったですね。そんな結果、11月6日、私が楽天証券に保有している金融資産額、2914万4092円となっています。 とにかく、プラス50万円っていうのが今日は嬉しかったかなと、そんな感じですね。ここ最近にはなかったわけですからね。このあたりは評価していきたいなと思ってます。次に、私が楽天証券以外に保有している現金とかも含めた総資産額になりますが、11月6日終了時点で3287万441円となっています。3300万円台が迫ってきましたね。 残り13万円で3300万円に到達してくるという水準ではあるんですけれども、前回一番高かったところからで言うと、お給料が2回入金されて、それでもまだ前回の高いところを超えれてはいませんので、そうですね、あと100万円ぐらいは上げてきてほしいかなと、個人的には思うんですけれども、やっぱりなかなかね、このあたりはちょっと上値重くなってくるんじゃないかなと思ってます。 はい。何はともあれ3300万円台も目前ですね。そんなところで11月6日は資産額大きく増えたんですけれども、今日は先ほどもお話しした通り、決算が2社発表されていまして、そのうち伊藤忠ですね。個人投資家の中ではかなり注目度の高い銘柄かと思いますが、伊藤忠商事の決算を見ていきたいと思います。 ということで、マネックス証券の銘柄スカウターで伊藤忠商事の決算見ていこうかなと思うんですけれども、伊藤忠先にチャートですね、ここ直近で高値取りに来るんじゃないかっていうところまで株価戻ってきていますので、このあたりはやっぱり株価いいですね。値下がりする中でも割と底堅く推移してますので、このあたりがやっぱり伊藤忠の強さですね。そんな伊藤忠本日場中に決算を発表していまして、第2クオーター終了時点の業績ですね、まず収益、売上高になりますけれども、こちらが6兆7 7七百円。 40億円ということでもう意味わからないぐらいの数字なんですけれども売上に関しては前期に比べてマイナス3.1%となっていますので若干下がってるみたいですねその次営業利益ですけれどもこちらが3509億円ということでだいたい10%ぐらい前期に比べて少ないんじゃないかとこんな感じですねで最終利益に関しても前期に比べてマイナス15%ぐらい少ないということになっていますから 伊藤中、結構稼いではいるんだけれども、前期よりかはそこまで業績良くないねと。第二四半期終了時点の状況ではこんな感じになっています。 なのですが、第二四半期終了と同時に、伊藤中、なんと、3月期、通期ですね、業績の情報修正を発表してきていまして、伊藤中に関しては、もともと業績の予想を最終利益でしか出してないんですけれども、この最終利益に関してですね、今期、7800億円になる予定だったものを8000億円に引き上げてきています。上昇率で言うと、プラス2.6%ですね。で、前期の実績が8005億円でしたので、前期ぐらいは稼げるんじゃないかということで、伊藤中、通期の情報修正を してきています。 で、注目なんですけれども、一番右側ですね、一株当たりの連結当期純利益っていうところになりますけれども、今期先ほどもお話しした通り、最終利益に関しては若干下がる予定となっているんですけれども、一株当たりの利益に関しては5円ぐらい増えるって言ってるんですね。で、伊藤中に関してはここ数年ずっと自社株買いをしていますので、その影響で純利益に対する EPS っていうのがちょっとずつ上がってきているんですけれども、今期はその自社株買いの恩恵もあって、一株当たりの利益で見た時には前期より も増えるんだよとこのあたりをね、伊藤忠もかなり意識した数字の見せ方になってるんじゃないかなと思います。じゃあ伊藤忠、足元の業績どうなってるんですかっていうところで、決算説明資料を見ていくんですけれども、サまりのところですね、市況下落や金利上昇の影響はあったものの、非資源分野では第8、ここ要はファミリーマートですね、あと機械、食料品、情報、金融、こういったところが着実に利益を積み上げてくれてますよと、会社側からはこういった説明になってます。 で、伊藤忠の決算を見るときに、これめっちゃいいなっていうか、まあここは評価できるなっていうところを一つお話しさせていただこうかなと思うんですけれども、これ私が勝手に感じているところですけれども、伊藤忠は決算説明資料がめちゃくちゃ見やすいんですよ。 はい。なので、会社の状況がどうなっているかっていうのを、事細かに把握するには、この伊藤中ぐらいの決算資料の見やすさっていうのが一番いいかなと思うんですけれども、第二クオーター終了までの決算の状況として、これ前期と比べるとですね、繊維、要はアパレルに関してはほぼほぼ横ばいですね。で、その下、オレンジのところですけれども、機械、こちらに関してはマイナス111億円ということで、この部分は大きく利益落としてますね。で、次に金属なんですけれども、ここも325億円のマイナスということで、大きく利益が落ちます。 していますその次、エネルギー、化学品ですね。ここプラス38億円ということで、エネルギーとか化学品は調子いいんですね。あと、食料品も調子いいですよということで、その下、重生活ですね。ここも結構利益落としてますね。で、その下、金融ですけれども、ここがプラス123億円ということで、調子いいですね。あとは、第8、ファミリーマートですけれども、ここも113億円のプラスとなっています。 で、その次、一番下なんですけれども、その他および修正償却って書いてるんですけれども、ここはもう何書いてるかちょっとよくわかんないですね。はい。なんだけれども、上の事業に関しては、先ほどもお話しした通り、やっぱり第8とか金融とか、そのあたりが調子いいみたいですね。あと食料品なんかも調子いいですね。で、通期の業績なんですけれども、これ押し上げてきた要因なんですかっていうと、大きくは機械ですね。これプラス100億円になるでしょうということで、通期の業績、今回引き上げた要素としては、機械のところが大きく貢献しそうと という話ですね。で、その次に第8プラス90億円ということで、ファミリーマートとかその周辺の事業も下期に関しては調子いいんじゃなかろうかということで、こういったところの利益が貢献して、3月の通気予想に関しては目標を引き上げてきてるといった状況です。 で、こちらに関しては、通期の業績見通しを引き上げた中身ですね。それを各要因ごとに分解したものになるんですけれども、もともと今期はバッファーで500億円ぐらいは利益少なめに見積もってたんですよと。で、それが第二四半期終了時点で、ある程度業績の見通しも出てきたので、まあそのあたりでもう少し成績化したよっていうのが今回の業績見通しの情報修正だったのかなと思うんですけれども、これまず資源価格としてはマイナス100億円ということですので、資源に関してはマイナス要因。 ですねあと、パルプとか豚肉市様、こういったところも利益を押し下げる要因になってますよと。なんだけれども、為替が割と円安ですので、このあたりは利益貢献しそうだね。次に、非資源ですけれども、このあたりも利益貢献しそうですよと。そんな結果、8300億円ぐらいの通期の予想っていうのはもともと変わってないんだけれども、やっぱりバッファー300億円ぐらいは利益は少なめに見積もっおきますねっていうところで、最終的に今の段階では8000億円ぐらいは稼げるでしょうと。このような見通しになってる。 とということですねはい、なので、伊藤忠としては8300億円稼ぐつもりではあるんだけれども、今から8300億円って言うんじゃなくって、 まあ、8000億円で勘弁しといてよと。まあ、そんな感じで300億円ぐらいは利益少なめに見積もってるので、このままのペースでいけば8300億円ぐらいはちゃんと稼げるんじゃないかっていう予想ですので、これ見方を変えてしまえば、第4クォーターでもう業績上振れますよっていうのをこの時点で言ってきてるんですよね。はい。なので、まあ、このあたりもね、ちょっとどうなんだっていうところではあるんですけれども、とにかく伊藤中第2四半期終了時点では、通期の目標引き上げということで、このあたりは一定程度評価されていいんじゃないかなと思います。 なんですけれども、伊藤忠に関しては今日値動きとしてはかなり微妙だったかなと思いまして、伊藤忠って決算が出たら動くときは3%、4%、5%パーぐらい動くんですけれども、今日値上がり率としては多分2%もなかったかなと思うんですね。で、場中決算が出た後に売られたり買われたりっていうところで結構値動き激しかったんですけれども、ホルダーからしてもまあこんなもんだよねっていう業績だったし、 多分持ってない人からしても多分こんなもんだよねっていう業績だったんだろうと思うんですね。ということになりますので、特にサプライズ感もなく、伊藤中らしい業績だったかなと思いますので、ホルダーとしては結構安心できる業績の中身でしたし、会話を探ってる人からすると、やっぱり下がらないよね、みたいな業績の内容だったし、まあそういったところで結構多くの人が納得できる、そういった決算の内容だったんじゃないかなと思います。 なんですけれども、伊藤中第2四半期終了ということで、ちょっと気は早いんですけれども、2025年の業績ですね、こういったところもかなり意識されてくるかなと思いますし、今年の配当金は増配アナウンスなかったんですけれども、さらに来期ですね、また増配してくるんでしょっていう期待がかなり持てる会社になりますので、今日の決算自体は特にサプライズ感もなかったし、値動きとしてもそこまで良くはなかったかなと思うんですけれども、また引き続き来期に向かって期待していきたいなと思います。 はい、こんな感じで決算も終盤ということで、明日以降まだまだ決算出てくるんですけれども、多分持ち株の中では明日が一番決算の発表多いかなと思いまして、明日11月7日だけで持ち株の中で決算7社ぐらい出てきたかなと思うんですけれども、こんな感じで個人投資家の中でも注目度の高い銘柄に関しては、また決算を見ていきたいなと思いますので、興味があればチャンネル登録よろしくお願いします。以上。